始まりましたけども、フォーナーをね一人でやろうかななんて思ってるんですけどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっとね違うキャラクターをもう使いたいなっていう意味で、まあ今日はちょっとそっちを練習しようかなと。やはりちょっと練習枠ですな。そうなるとな、カスタムマッチ、ボットをじゃあ、ウォーデンのレベル1とかにしとくか。ルール、違う、オッケーオッケー、ゲームモード、オッケーオッケーオッケー。やはりバルキリーを使ってみたいなと。でも結局上級者向けなんだよな。結局音ちっちゃいかな。1上げとこう、0、1上げとこうか。バルキリーを使ってみたいと思いながらも、やはりボアハンター、スラストスラッシュ、スラストスラッシュで、これね、ヒョンヒョンヒョン、はい、ちょタイム、一回タイム、ハリアーフィリードダンが強弱弱か。ガードラウンド2、ガードモード時無効、ガードモード時無効、ハンターラッシュ、これか。ガードガードってことはこれをしてない間ってことだよね。はい、わかりました。これね、オッケー。ジャンピングスラスト、ジャンピングスラッシュとはおそらく、はい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 、オッケー。あ、ジャス、ハンタースラスト、あー、わかる、ハンタースラスト、わかる。お、何、ボット訓練にした方がいい。ちょっと待って、何か新しい技を教えてもらったかもしれないね。ボット訓練ってなんだろうね。ボット訓練ってなんだろうね。遊び方？あ、なるほど。こういうこと？ちょっと待って。おっ！まさか！こんなことができるの？こんなことできるの、もう本当に練習してくれと言わんばかりのものがあるんですな。ありがとう、早い段階に教えてくれてありがとう。もうめっちゃ歩いてくんじゃん。あ、気持ちいい。何もやってくんない？何もやってくんないタイプの？そしたらハンターストライクは知ってる。おそらくこれだね。さ、これフェイントかけれんの？これフェイントはさすがにかけれないね。はい、シールド、
シールドクラッシュ。シールドクラッシュ。ん？シールドクラッシュ。は？R2 押して、R2 から、R2。おお！ダイナシテンつつ。はい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 。これは何？攻撃を、あ！え、フェイントになるってことこれ？あ！なるほど？え、じゃあこれさ、これ、あ、無理、あ、いける、なるほど、入れないでやって、あ、なるほどね、で、これやって、でもそんなもんか、この辺 OK、 分かりました。 PS4 Pro は買わないんですかって言って、もうかなりの早い段階でもう PS4 Pro ですけども、私シールドタックル、あ、これは知ってる。シールドタックルは後ろに下がって、これ全方位ガードなんだよね。これいいな。あ、ってことはこれ入ってからもこれが入んの？入んない。あ、いや、これからは派生しないのか、足払い。こっちは派生するのか。ん、ちょっと待って、なるほどね。ああ、これはあれか、カウンターだね。ラムヘッドバット、ラムヘッドバット確定って書いてあったの。あ、もう確定なんだ、これは確定だと。え、確定だと、これが確定だということは、で、こう入ったら四角やって、なるほど、なるほど、なるほど。スピアイスイープ、あ、これあれか、足払いだ。あ、これ俺今やってたやつか。でやって、あ、これ俺やってたやつか今。ん？違う。やってやって。あ、違う違う違う、後ろ下がるのはあれだ。で、こうか。いや、いいのか。これ確定なのかな、強攻撃の上ってこれ確定なのかな、倒した後。これ確定なのかな、これ知りたいな。弱の方がいいのかな。確かにスタミナ、え、足払い避けれんの？え、やめて、足払いこれ避けれん、あ、これじゃない、避けれんのか。え、これ確定じゃない、ここ確定じゃないのか。発生早いのはどれ？こっち？これかな？いや、全部同じだ。入んない。
あ、入んない。連打してると入らない。連打は許されない。連打は許され、いや違うわ、俺が左のスティック何もしてなかったからだわ。連打許されるわ。あ、嫌なの見ちゃった。うる、足払いは通常チェインの際。え、あ、本当に？ごめん、3発目ってこと？そしたらチョンチョンチョン、3発目だね。最終ってことは3発目。チョン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 、おお、マジャキチョンチョンチョン、軍もう何も分かんなくなっちゃった。あ、もう、あ、これで一応終わりか。ボアハンター、弱弱弱弱強、強弱弱だから、強弱弱って最初の強で終わるでしょ絶対これ。強弱、いやーこれ一発目で絶対パリされて終わるんだよな。強弱で強、スタミナもそんな変ねえな。こう、こう、いやこれも別にだって後ろ下がっちゃうしな。そっか、ステップではあれができないのか。よく、うん、いやこれ絶対無理だね。いやこれ遅いな発生が。なるほど、倒した後弱強でもう一回入ることがある。倒した後に弱強、うそーん、あ、しかも弱強じゃねえな。ん？弱強？ジャックでやって、で、またこれで入るってこと？強弱ね。うん、強弱ね。あ、で、もう一回こういうことか。で、あ、なるほど。うそー？入る？こういうことでしょ？これ入る？絶対だって、あ、でも一発目確定。あ、ちょっと待って、確定？範囲攻撃って何？これ？これ範囲攻撃かな？で半分削れるぜ。今日、今日は確定？で、だって横行ったらもう勝ちゲー？そしたら。で、これ確定ならワンチャン一生できるよ。あー、なるほどね。はいはいはい、なるほど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 。パリーゴ、パリーゴのタックルは確定でしょ？ってことはこれパリー意識してこれ入ったとして、パリーゴにこれ入ったとして、あ、ごめんなさい、これ入ってやるでしょ。で強攻撃一発入れて、でこれもう一回やる。
でももうスタミナねえわ。これで一発今日入れて終わりか。これでドゥンドゥンドゥンでドゥンドゥンドゥンで一回今日入れてこれで終わり。何をやってるのか分からなくなってくる。でこれでしょ。これもあんま使わないのかな。キョン、こっからキョンキョン、うん、抜けられねえのか。あ、今ちょっとあれ、いいところにフリ、おまた、ほい、おまた、ほい、おまた、ほい、四五金にやってやりてえわ。おまた、ほい、なんかちょっと女性にやるとあれだな、申し訳ねえ気がする。あー、なるほどね。じゃあちょっとボット相手にやってみようかな。最初の今日なんて入らないでしょ。最初の今日入るかい。ちょっとレベル1のウォーロード、ボットが多すぎるって。え、なんで、あ、2人入れちゃってた。キック、オッケー、いけるかな。遠目からカウンター気味に合わせる。カウンター気味に合わせる。今日できるだけ確実に入れるためのパターンっていうコメントがあるんだけど、その前のコメントがないから、それが何なのかがわかんない。てめえニートですかってなんだよ。じゃあおめえ何時だと思ってるんですか。今7時です。7時にゲームしてる人、じゃあニートなら全員に今、じゃあみんなに言ってこいよ。 YouTube でもやってる、ニコニコでもやってる、あれ、あなたニートですかって全部言ってきなよ。そしたらニートですって言う人もいれば、お仕事お休みですって言う人もいるでしょ。それか何、お前黙っとけって言う人もいるけど、俺はニート。パリから緊張しちゃった緊張しちゃったあ、攻撃入れんの緊張しちゃって、あ、何を次していいのか分からなくなっちゃった。あ、全然違うの出ちゃった。あ、パリ後に、もうパリが入んねえわ。でやってやって、これで、あ、いやパリみたい、パリして、これでで殴って、あ、うん、おめえさん、パリしてな、だから、あ、間違え、うん、あれ、でもすげえ体力減ってない？違う、スタミナすげえ減ってない？これ一回、ごめん間違えた、あれ、これスタミナの減り半端ねえんじゃねえか。こうして、うん、あ、ちょ、もう待ってこうして、こうでグーポン、あれ、これスタミナの
減らし方半端なくない？あ、ちょっとお前、うん、うん、こっち来い。パリ、あ、ちょっと待って、もうねえじゃん。一回、うるれ。こうして、こうで、こうして、でも、だって、もうスタミナねえぜ。あれ？あと、あれは？あの、攻撃に合わせてカウンターで出血が入るらしいんだけど。ん？あ、ちょ、あの、バーサーカーと、バーサーカーとタイミングが。画質が悪いってそりゃそうだろ、 60fps でやってんだからそりゃそうだよ。しかもそうか、 PS4 のゲーム別にこれ 60fps 出てねえから録画に残すとき60にしなくていいのか。失敗しちゃった。まあいいか。うん、パリして、あ、もうダメだ、この人もうなかった。で行ってこれで、あ、いや、なるほど。でも体力のでやってで入れれなくて、いや絶対入んないよ一発目。これみんなガードできるでしょこれ。あとあの これ入れたい。ちょっと多分思ってるより、あ、いや今日じゃない、どれだ、ちょっと一回殴んないで、今一回殴んないで、あ、今日だ、ちょ、一回殴んないで。あ、うん、あ、ごめん、うん、もうすぐやってくんじゃん。スタミナ管理、向こうスタミナ減らせれるけどこっちも減るからな。あ、早いんですね。早いんですね。あ、よいしょ。あ、どのタイミングで出血、どのタイミングかね、ダメだ、どのタイミングで出血、どの、あ、え、出血ダメージすごくない？あ、ちょっと、あ、違うわ、ごめんなさい。え、やっぱ今日だな、そりゃそうだよね、書いたもん今日って。あ、ちょっと浮いちゃって、あ、ちょっと浮いちゃってんじゃないなこれ。左足で、あの今流行りのパントマイムのやはりトレンドにはいつでも何でも、ちょっと上はあんまり、上の上はちょっと、上はあんまりやめてください。え、横でいいです。あ、横でいい、ちょっと一回待ってください。うり、これ何の耐えいいのかな。今日はどこで入れるんですか。ちょっと早く、あー、おっせ、あ、ちょ、うん、落ちるから、いや、これ合わせれないよ、これ合わせれないよ。いや無理だよ、いや、おっせーし、おせえし早えし、ちょっとおせえし早えし、これカウンターいらないね、こいつにカウンターやめろよごめん、あの今言葉間違えたわ。このキャラにカウンターはもう諦めようよって言おうとしたんだけど、なんかやめろよって多分今開発者に、でこう、いやでもスタミナなくなんないか、もう一回いける、もう一回やってみる、これで
でちょっおっせえなー、2回入んねえわこれ、2回入んねえわ。あっそっか、これも使えるか。あっこれも使えるね、これなまったけど、これでこうして、あ入んないの、あれこの後って入んないんだっけ、このちょっとごめん、いいかちょっと待って、ちょっといいかいいかいいか、ちょっと待って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 、一回待って一回待って、あの後入んないんだっけ、入るじゃない、これすごく入るじゃないよこれこれ、いや難しい、やること多くてもうよくわかんない、ほらあ、で、これ二択、うん、これ二択に行けるのかな、果たして。なんか、委託できるかな。いや、委託できねえだろうな。ちょっと待って、痛いよ。おれ、もう来いよ。来いよ、ほら。ビビってんじゃねえ。おい。おい、びっくり。いや入るんかな、入るんかな今。いや今の強攻撃をもしガードができるんであれば、そっからあの今日これに行ってもいいってことだよね。もし防御ができ、うん、ちょ一回防御ができるんだとしたら。もうで、あ、うん、ちょ待って、いや、ちょっと待って、いや、いや、かなり早くだよね。強ガードさせてからタックルできる。なるほどね。でこの辺も織り交ぜていくわけでしょ。でこれパリして、でいや、あな今すげえな、鼻っ柱いったな今、鼻のところウォーロードやっといてよかったな、おっせ。あそれは違うのね、パリじゃない。いやこれも入んのかな。いやでもまあ攻撃してる時には入るか、でもあんまりなー、おいこいつ入った後でもいいんだ、入った後でもいいんだ、入った後でもいいのね。はい、実は入った後でもいいし、入らない前でもいいのね。あーもうなんかやることがいっぱい増えてきちゃった。バクステ回避タックああもう忘れてたわ、それでまた思い出したかのようにやって、俺もうこれしかやらなくなる、あーもうこれしかやらなくなるわ、あーやばい、バランスがまた崩れた、バランスがまた崩れてしまった。でああそう、いやサイドステップはい、サイドステップで避ける、落ちとけ。あ結構吸うな。ああとこいつの煽りは面白い、ああ面白くない、煽りが面白くない。煽りが面白くない。あ、煽りが面白くないのがちょっと困るな。で、あ、違うわ。ん？ちょ、一回、もう一回。あー、それでタイミング。うん、よいしょ。
でやって、あ入るね入るね、今の入りゃもう今のは入るんじゃない、これ今のはだって倒れてんだぜ、あれ倒れてんだぜ、入るだろう、あれこれ勝ち確なんじゃねえか、入るだろう、だって立ってねえんだぜ、ちょっともう一回攻撃、これ行くで、はい、でこれで倒すで、ここあタイミングが分かんない、うん、なるほどね、ちょ一回スタミナを回復してくれ、入らないわけないだろう、だって入ってんだから、いやそっちまずい、そっちまずい、後ろ背にしちゃまずい、よしこれで、はい、でこうで間違える、よいしょよいしょよいしょ、でこうでこうで一回行くでこう、いやこれ入るんちゃいます、これこれ入るんちゃいます、こうこうこうでこうで、あっいやすげえタイミングがよくわかんねえわ、でこうでこうでこうで、ここタイミングわかんねえ、強攻撃が出るタイミングがわからない、強攻撃が出るタイミングがわかりません、でこうどのタイミングで出んの、いやわからんつれー、いや分からずれー、今日が出るタイミングが分からない、ヘッドバットの時点で転倒確定しているからなら、そのまま今日でもいいかも、だってさあれでタックル入れてさもう一回こかすじゃん、それでもう一回今日やったらダメージ強くね、でこうでこれやって、あいや出ちゃうな、出ちゃう、思ったほど出ちゃうわ、この盾ずっと置いとけんの置いとけんのいいね、でこう、あごめんなさい、こっちのスタミナもえぐいか、でこうして、いやいらねえか、いらねえな、だってもうこれでこれで相手もないでしょ HP で、で多分これでワンセットなんだと思うんだよね、これは、え、でもこれさ、これあれじゃない？フェイント、強攻撃フェイントかけてきた、すごい今なんかすごいこと、強攻撃フェイントかけてきた人の2発目の強に入る、刺さるのかな、これヘッドバット長押しでまひるから、ヘッドバット流しでまひるから、そっから弱チェーンの方がよくねっていうコメントが今あいたいです、ちょっと一回やらして、それやるわ、ちょっと一回、ちょ一回待って、一回待って、一回やらして、ちょ一回あのスタミナを回復させて、でもだって2発3発目がいくわ、あごめん、ちょっと一回ちょっとなんか言った、うっそ、もれ、よいしょ、よいしょ、ああ煽りが面白くないな。その時も全方位ガード効いてる。えっ、
タックル中ダメージ自体は大したことないかもね。そうですね。そうですね。これ入ったらやっぱり足払いが、やっぱ足払いが一番いいよね。そうするとだって今日入るでしょ。入んないね。バカ野郎バカ野郎バカ野郎。いや入んのかな。あ、いや入るっぽい気がするな。最速でほい。でほいほい。2発目入っちゃうな。2発目ガードされちゃう。弱攻撃2発目やられちゃう気がする。あ、ごめんなさい、喋ってるともう何言ってんだか分かんなくなっちゃうわ。弱、しかもそこでパリされたら終わりだよね。でひょいひょい、横ステップとか入っちゃうね。やっぱなんか上強でいい気が痛いです。あ、ちょっと2回とか、あ、2回とかでこれで倒して、いやこれでいいんじゃねえかな。痛い、ちょっと、あー今のも多分フェイン、おじゅん、あ、頭突きから弱倒しすぎみたいなこと。新しい可能性をどんどん皆さん出してきてくれますな。頭突、うん、ちょ一回頭突きを、頭突きをさせてくれ。で頭突きして弱、うん、防御されたら終わりだね。だから多分弱、あ、違う、あ、こいつの構えもあんま面白くねえな。おいとおいと、あー、これ今出しちゃうと多分パリされちゃう。こうこう、あ、おい、おまったおまった。で弱でこれで倒して強攻撃入れる。あはは、気持ちいい。違うキャラちょっと行ってみようか。違うキャラ行ってみよう。じゃあどうしようかな。あんまりバーサーカーは見ないから、しごき、いや、しごきも、しごきもな。どうしようか。あー、やっぱり出しちゃう。オロチマル先生出す。ボット、まあ1でいいか。あ、もう一人で、ローブリンガーの煽り面白い。それはもう本当に煽りをやりたいがために使ってもいいぐらい。ローブリンガーのなんかさ、横フェイントからの上かなんかがすげえ発生が早いんだよね。なんかうん、多分あの振りかぶり方だと俺のが多分あの顎に入るね。ちょっと待って、珍しく目がかゆい。ちょっと待って、あ、すげえ便利。ずっと防御が上に入ってんのって便利。あー、上しかやんねえ。
死にするぜ。この今日が出るのが遅いのはなんでなんでしょうか。今日おいしょ、今のだってさ、フェイントかまされてたら俺絶対入ってるよね、パリ。あーもう恐ろしいわ。あーもうずっと同じ、ほれほれ。いなくなっちゃったもんね。連打で押さない方がいい。どのタイミングだろうね。それタイミングやっぱじゃあ見た方がいいね。どうしても連打で最速が出るって感じちゃうから。危ねえ。もうやめて、早い、ちょっといいパリができないよ。そうだ、これがあるのを忘れてました。おれ、あ、ごめん、また俺今言ってるそばから連打して、ちょっといいかいいかいいか、ね、あ、ちょ、一回待って一回待って一回待って、こうなった時どうすりゃいいの。うん、お、しっかり煽ってくんな。あ、しっかり。ラウンド3、カウンターはもう忘れた、申し訳ない。カウンターは忘れたわ。これ、あー、なんかタイミングもタイミングでよくわからんな。おい、困った。いや、これ逃げれるよね。あ、うん、あ、でも後ろで、後ろで逃げられてたな今。なんか盾あったぞ、ステップ中盾あったぞ。あ、うん、あ、なるほど、もう初っ端からあんのか、初っ端からむず、初っ端からあんのか、初っ端からガード判定あるのね。あ、もしだから入っちゃったら、じゃあ確定でいいんですかね。ちょ、こっちでやろう、こっちで。あれ、いなくなっ、おー、ちょ、あら、入らない入らない。パリーが、こいつの攻撃パリーで、こうで、こう、うん、なんだっけ、何の話したんだっけさっき。うん、あれ、俺さっき何の話して、うわ、今のいいねなんて最後言ってたけど、あれ、何の話してたんだっけ。全然忘れちゃったな。倒さない、倒さないんだっけ、倒さないでなんか やってたっけ。倒さず弱弱で、うん、倒続き後に弱弱。あれ、俺今なんだ、何してんだ今、なんでキャラ変えたんだ。で、うん、で、で、弱弱でもう一回倒しちゃうってこと。今後ろのけ、のけぞってたから最速で入れると、いける、これ、いける可能性。あ、いや、避けてくありがとう、避けること教えてくれてありがとう。こうなった時つらいね。あ、うわ見たくなかった見たくなかった
今のは見たくなかった。終わった。終わってしまった。足払いを避けられてしまった。終わった。もう何もできない俺。ああ、やめて。ああ、どうしよう。足払い避けられちゃったらもうダメだ。足払いが避けられるとじゃあどうすればいいの？あ結構簡単に避けてくる。もうダメだ。もうダメだ。どうしよう。え、これ避けれんのかな。死にするぜ。あ、避けられちゃう。あ、だってもう今の入るじゃん。だって俺何も動かないもん今。だここまでは確定なんですね。で、いやーちょっとタイミングが分からんな。ちょっと一回ただ足払いに入ってほしい。ただ足払いに入ってほしいわ。分かったかもしんない、分かったかもしんない。あ、ちょ、一回ダメ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 、一回ダメダメダメ、もうそんなに避けないで、避けるのが簡単だと思っちゃうから、ダメ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 、避けないで避けないで、そんなに簡単に避けられるともう何もできなくなるから、ちょっと一回やめて。ここここ、あーい、おっせ、あー、うん、入ってんのかな、わからない。でも避けれる。今足払いにこだわってるのは、あの純粋にあの練習してるからです。あの一個一個技をね、あの今使い出したばっかなんで、何がこいつにはできるのかっていうことね。いやもうだってこれでさあ、出ないね、これ完全に遅えわ。そうね、でもここは防御しちゃえばいいってことか。そうか、でもこれもあんのか、分かんなくなっちゃう。なるほど。ボットのレベル上げていくか。あ、ダメです、ダメです。ボットのレベル1個上げるか。危ねえ。あ、ダメだ。出てる。あー、早かった。あ、じゃあ、で、しかも当たらない。ちょっとボットのレベル上げよう。足払いってそんなに簡単に、ちょっとやめてもらえる？足払いそんなに簡単にさ、どうしようかな。じゃあ今度は、あー、危ない危ない危ない、ボットレベル2。じゃあマップ変えたいな。マップもうちょっとなんか、まっすぐここでやだ、あ、ここだね。はっ、ボットはちゃんとなってない。2。
場所も変わってる。そうか。さっきちょろっとさコメントであったバルキリーが次強化されるっていう話を先ほどしてる方がいらっしゃったんですが、それはちょっとどういう強化の仕方？すげえ間合いが伸びるとか、どういう話ですか？ちょっと詳しく、あとできれば大きくなる。あー驚くねそれね。 4,5 期ぐらい大きくなるんであれば、あー大きくなるだけ。ラウンド1。いやおっぱい大きくなるっつってもな、別にそこじゃないんだよね。ちょっと一回で、いやこれ遅い気が。ここ、あー違う、はい、デモしなかった。ここ、あーデモしねえ、早えのか。ちょ待つ、危ねえ、待つ、見えない。ここやってない。ん、遅いのか。あ待って、ん、うん、ちょっと待って、うん、パリーゴって確定じゃないの。パリーゴは確定だと私教えられております。あああ分かんない、もうタイミングが一向に分からない。ここ、あ出ない、あれ攻撃出ないぞ、なんだ、ん攻撃が出ないな。出ないぞあれ強攻撃一回押すだけじゃ出ないぞ。じゃあずるくない？そんな前ダッシュ弱、あごめん、いやそコメント見てなかった。何が強化されるのか出てたか。とりあえずシステムとしては投げ抜けの仕様は、あやった、ベータに戻すんだ。最初のところの猶予がまた出てくんのね。俺もうよく分かんなくなってたから、足払いが弱当たるようにしてほしい。ああ希望ね、なるほどね、希望ね。今ちょっとコメントをね遡ってるけど、あすごいね、あ弱すぎるから補正入るだろうって予想、あ予想で話をしてるみんな今。確かに具体的なコメントが一個もないんだけど、布面積が少なくなるとかさ、当たり判定がでかくなるな、なるなって言ってるから、多分これも希望的観測の。あちょっといいか、ちょずるいずるい、あぶねえ。公式に出てるそうですよね。いやこれ2回押した方がいいな、これ2回押した方がいい、公式に出てるそうです。これ今日2回押した方がいいですね。評価多くてコメントができない。ちょっとじゃあ今その人だけにちょっとコメントさせてあげてもらっていい？一個一個うなずいたりも禁止にして、俺がそれでこれ動画に残るから、いや面倒いとかじゃなくて、違うじゃんそういうの、面倒いとかじゃなくて違うじゃん、そこはさ一個一個やってこうよ、先は長いからさ。ちゃんと俺がその動画用に俺が一つずつその読み上げるから。
弱攻撃、回復時間の短縮。ん？弱攻撃の回復時間の短縮。ん？弱チェーン、攻撃間の短縮。うん。ね、うん。いいわ、後で、あの、見るわ。なんか、よ、何言ってんだか分かんねえわ。ちゃんと、なんかちゃんと喋ってほしいわ。あ、もう、もう何も知れないわって。あ、ごめん。え、申し訳ねえことした？あ、やっぱ2回押すのがいいな。いや、これ結構合間に入れたら強えだろ。うちゅうちゅう、これ結構合間に入れたら強え。グイーン、うわすげえ、サッカーのゴールシーンみたいになったな。ラウンド2。お、なんか今荒れてるんだって。なんで、あ、なんで今の流れでなんで荒れるのかがちょっとわからない。なんで荒れるんだろうか。あれかい、ちゃんと画面にあれかい、注意書きで冗談ですっていう注意書き入れなきゃダメかな。そうすると、あー、なくなってしまった。うん、ごめんね。そうか、マインクラフトで来てくれてる方がいらっしゃるんだね。そしたらもう俺今あのやめるわ、そういうの。さっきの方もごめんね。なんかどうしようかな。住所を教えてくれれば。なんか、LINE するわ。そしたら、ちょっとそうだね、マインクラフトから見に来てくれた人が、マインクラフトだとなんか一番普通の人だと思ったのにショックですみたいなのがさ、来るから、あの DM で。それをしばらく経った後に見つけて、ああそう、あ、本当だ、俺以外はフォローしてんだなみたいなね。そういうのがわかるからしょうがないよね。気をつけます、もう気をつけます。あ、それ、うん、なんですか。ここ2回、あ、やっぱ2回押したほうが、え、ちょっと待って、あ、アーマーついてるのは何の話、あれ今アーマーついてんの。そうだね、ありがとう、ありがとうとごめんはやっぱ言っとくべきだよね。さっきの人、ありがとうとは思ってます。これであれだな、また YouTube のコメントが怖えわ。ニコニコもコメントも怖えし、 YouTube のコメントも怖えし、何もできねえ世の中になってくると怖えし、
YouTube のコメントは読んでますよ。それは読んでるけど、読んでるとは言わない。そうするとなんかもっと刺さる言葉が出てくるから、だから俺もう読んでないって言っとく。ラウンド1、他の2人は知らない。あーやだ、うるれうるれうるれで、うるいで2回押し、うん、それ早くない？そりゃパリーです。でこう、あ、あーなるほど、うん、単純に、あー簡単に避けるね。そうだ、単純にそうか。そっか、そうだね。強攻撃のあれはあのタイミングでやると結構なんかあれだもんね。サイドステップは絶対いけるよね。バルキリーね、強化がね、今コメントでもあったけど強化来るらしいんですよ。でもその強化内容を教えてって言ったのに、もう喋るなみたいな空気出したらちょっと荒れちゃいました。それは本当に悪いとは思ってます。謝罪、そうか、じゃあちゃんとごめんなさい言っとくか。すいませんでした。よし、だいたいエコーをかけとけばそこが重要だっていうのが、多分動画だったら文字入るからね。これ生放送だから入んないけど。動画だったら今すごい一番でかい、かなりのでかさのフォントが入ります。ラウンド3、そりゃやっぱどうやって栄光かけてるんですかってなるでしょう。そりゃそうだよ、ちょっと高いミキサーを買うっていう選択肢。お金で大体この世のね、その配信するときはね、大体お金かければ何とでもなるから。ガチャ、大体ミキサー買えばね、大きい声出しても、ちょっと一回待って、一回今喋ってるから、ちょっと待って、一回喋ってるから、ちょっと待って、だいたいミキサー買えば大丈夫っす。あ、これいいな。で入るんでしょ。あ、それはこれはパリしとく。でもう一回来る、うん、あ、終わった。でここ急に、今まであんまりガードしてこなかったから、ガード してるとすげえ忙しいこのゲーム。よいしょ、あっ、うわ、抜けれない、はい、びっくりアンプ。今ゲーム内でもエコーがかかったね。よいしょ、うっ、ほれ、あ、間違えた、う、おれ、はは、ほう、でこうでしょ、うん、あ、ごめん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 、うん、どん、見えない、え、くあ、ずれ、お、なんかわかんないけど、あ、バルキリー一周回してる人がいるじゃん。バルキリー一周回したけど強いのかわからない。おお、見たくなかったな、それ見たくなかったな。あ、いや抜けれない、
あ、それダメだ、こっちに避けちゃダメ。あ、避けれ、あ、タイミングはどうなってるんですか。おい、これは倒れるからそのまま、そっか、そうだ、強強がいかないのか。あ、ない、あ、じゃ、ん、なんすか、ちょっと休憩した方がいいっすか。あ、なるほど、もしかして1時間経ったから、もしかしてあのそのあれですか、ちゃんと YouTube のその録画のこと気にしてくれてるんですかね。あー、できないっすか、さえっす。で、こうで、あー、じゃそれダメだわ。ジャンピングストラックとハンターストライク、ダメージ増加とリンクオプション後の移動。リンクオプション初耳です。リンプオプション後の移動、リンプオプション、リンプオプション、リンプ、リンクオプションない。見てるよ、ぺちゃんこ見てるかって言われてる。リンクオプションって何ですか。リンクオプション、多分これだろうっていうのも一つも出てこない。その他オプションへのリンク、あ、それゲーム性の話、ゲーム性の話を教えて。いや、今のあ、出ないじゃん。やっぱ連打はダメだわ。チェーンのことでは派生ってこと。あ、ちょっとさ、これはあのニコニコの人にはまあ関係ないんだけど、この録画を見てる人で YouTube の、違う、ごめんなさい、間違えました。ニコニコ動画のコメントを、次の動画ですね、多分これが 2本に分かれるので、次の動画にちょっと下に出してみたいなと思ってるんですけど、そうした場合やっぱりその棒読みちゃん同様、あの荒れるのかちょっと次試したいなと思ってるんで、あのそれはあらかじめご了承ください。ちょっと一回試してみようかなと思ってるんですけど、2行ぐらいね、分からない程度に。なので、一回ここで、まずシャープいくつかはちょっとわからないんですが終わろうと思います。これに見事勝って、これに見事勝って終わろうと思います。あいつ、あいつ見えない。で、ここ、うん、いやー、これ違うね。あー、目の下がかゆい、珍しい。あ、ダメ、上ダメ、ちょ、勝ちたいんだ。頼む、勝たしてくんないと、このシャープいくつか分かんないやつが終わんないから、勝たして。無理、あ、こっからも発生する、勝たして。あ、こっちの方がいい、よくない、別に、なんか変わんねえわ、どっちも変わんない。いや、これ強いよね。わかんねえけど。わかられたら終わりか。ということで、また次回お会いしましょう。さようなら。